紅白歌合戦をホールで観覧した人たちの感想を聞いてみました。こんにちは。今回紅白歌合戦をホールで観覧した人たちの感想を聞いてみました。この動画では紅白歌合戦の魅力や観覧の醍醐味について実際に参加した人たちのコメントをご紹介します。さらになぜホールでの観覧が人気なのか、その魅力についても解説します。ぜひ最後までご覧ください。紅白歌合戦をホールで観覧する魅力とは。紅白歌合戦は年末恒例の音楽番組であり、日本の音楽界を代表するアーティストたちが一堂に会するイベントです。その中でもホールでの観覧は特別な魅力があります。ホールでの観覧の魅力の一つは、アーティストたちの迫力あるパフォーマンスを生で体感できることです。会場の熱気や観客の盛り上がりが、テレビでは伝わりにくい臨場感を生み出します。また、ホールは観覧席が近く、アーティストたちの表情やパフォーマンスの細部まで見ることができます。これにより、より一層、アーティストたちの魅力や努力が伝わってきます。さらに、ホールでの観覧は、他の視聴者との交流も楽しめる点も魅力の一つです。同じ音楽好きの人々と一緒に感動を共有し、一体感を味わうことができます。参加者の感想をご紹介。それでは、実際に、紅白歌合戦をホールで観覧した人たちの感想をご紹介します。1、初めての紅白歌合戦観覧でしたが、アーティストたちのパフォーマンスに圧倒されました。特に、サンの歌声は生で聞くと、さらに迫力がありました。感動の一夜でした。2、ホールの観覧席は、近くて見やすく、アーティストたちの、表情やダンスの細部まで見ることができました。テレビでは伝わらない迫力を感じました。3、観覧席の雰囲気がとても良く、の視聴者と一緒に盛り上がることができました。一体感を味わえる貴重な体験でした。紅白歌合戦をホールで観覧する方法もし、あなたも紅白歌合戦をホールで観覧したいと思った場合は、以下の方法で参加することができます。1、公式ウェブサイトでのチケット申し込み。紅白歌合戦の公式ウェブサイトで、観覧チケットの申し込み方法や詳細を確認することができます。2、チケット販売サイトを利用する。インターネット上のチケット販売サイトや、オークションサイトで、紅白歌合戦の観覧チケットを購入することも可能です。ただし、正規の販売ルート以外での購入には注意が必要です。以上が、紅白歌合戦をホールで観覧する方法と、参加者の感想の一部です。ぜひ、この動画を通じて、紅白歌合戦の魅力をより、多くの人に伝えていきましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。